考えられますか。まあ、直接狙うのとニアサイド、ディフェンダーが当たってもフォワードが当たっても入るようなところに入れてくるかですね。ああ、今壁は3枚です。低いボールが効果的な感じがしますね。あ、後ろからだ。低いボールシュート。ああ決まった。技ありのシュートでしたね。可愛いですかね。可愛いですね。ちょっとね、今あの引っ掛けるようなシュートでしたね。あっという間の先制点。はい。まあ、栗原も苦笑いでしょう。開始2分でのゴールです。河合は今シーズン、画面は栗原ですかね、キッカーがね、はい、これちょっとキックミスだったんですよね、多分ね。いや、これはね、マリノスにとってはラッキーだし、京都にとってはね、開始早々の失点ですから痛かったですね、これね。引っ掛けるような感じで、ただね、マークできてなかったですね。そうですね。栗原雄三のキックから河合隆二のゴールが決まりました。河合